止水プラグの直径は、440あります。バイパスタイプの止水プラグになります。大きさとしては、直径が44センチ、長さが1メーター65あります。こちらをカラーウインチをかけて、このマンホールの中に入れる。 OK。 はーい。普通どれぐらいですか？調整枠、これが600、調整枠が600。こっちからここまでステップから、450ステップから、ステップから、反対側、はい、多分10センチもないと思いますよ。外れました。それで足が長いっていうおっしゃですね。とかもうユニックとかで。